こんにちは,にちは3月5日日曜日時刻は午前11時を過ぎました坂上ドリーのレコメンドパーソナリティのシンガーソングライター坂上智則とモデルのドリーですこの番組では m c 二人とリスナーの皆様のおすすめレコメンドをお伝えしてまいりますはいこの番組は 84.1MHz FM サルスで生放送中 YouTube ライブでも同時生配信中です FM サルースのホームページトップ画面のところにも表示されていますのでぜひそちらもアクセスしてみてくださいまた「FM サルース」はスマホのアプリ「f m プラプラでもお聞きいただけますこの番組ももちろん生配信中ぜひアプリもインストールしてくださいねさらに JCBA「サイマルラジオ」でも「FM サルース」をお聞きいただけるようになっていますインターネット経由でもぜひお聞きくださいはいもうね 坂上さん、はい、いっぱいすでにコメントいただいております。あり,ますありがとうございます。十、ね、時,時半から、あの始めてるので、ね、あの前の番組があっての引き続きなので。うんうん、その温かさを引き継いで、いきたいですよね。うん、そうですね。はい、十一時から、なんか言いたそうな顔してるんだ、けど何を言う。<laughs> いや今日のね、はい、お便りのテーマに関するこうコメントがちょっと入ってるなと思って、あ<ー>なんかそこ触れたいなってちょっと今思ってたんです。どう例えばどういうことですかやっぱ春になるとあのその前に今日のテーマなんです。はい今日のテーマはですね春になったら食べたいものを教えてです。や,はい、やっぱ春になるとこう新商品とかいっぱい出てくるじゃないですか。出てきますね。はいで我々のこの番組では何回も話題にしているこの豆乳の新作はいそのね甘い、えー、味の 新作がもうそろそろ出てくるなと思って。はい、どこのかっていうの言わなくて、まあそれは甘いものって調べたらちっと出てくるんじゃないでしょうか。<laughs> はい、ねそろそろ出てきますね。いやだから春になったなーって食べたいものそれかもなってちょっと今思いましてね。はい。ぜひともまあそういうことも感じながらはいはい。今日はちょっとおいしい話題も含めていきたいと思います。はい。YouTube ライブのコメントや FM プラプラ FM サルースの公式ウェブサイトなどどこからでもお送りください。はい。それでは今週のレコメンドスタートです。 のの音楽レココメンドーーナーですこのコーナーはメジャーではない自分の力で頑張って活動しているインディーズミュージシャンの楽曲をレコメンドおすすすめしてていいくコーナーナになっています本日最初の楽曲はサミュエル・ゴールデンベルグさんの「ミラー」からお聴きください。 お聴きいただいているのはサミュエル・ゴールデンベルグさんの「ミラーです。東京・高田の馬場発の3人組ロックバンドでロックンロールをベースにさまざまな楽曲を作成 SNS を中心に展開されているそうです」続いてはドボさんの「フィールズ」をお聴きください。 お聞きいただいているのはドボさんのフィールズです。静岡市在住のボーカリストのドボさん。アルバムの作詞はすべてご本人でロック、ポップ、テクノ、R&B、ファンク、サンバなどの音楽を歌われているそうです。続いては伊藤歩道さんの日々これ口実をお聞きください。 お聴きいただいているのは伊藤あゆみちさんの日々これ口実です東京を中心にお祭り野外イベントライブ施設など,などで活動中の女性ソロシンガーで透き通る声で癒しを届けられているそうです今日ご紹介したインディーズミュージシャンの情報は後日当番組の公式ウェブサイトに掲載させていただきます気になったサウンドがあったらぜひアクセスしてみてくださいね番組では 自分のの曲曲もラジジオで放送して欲ししててていいいと思っているインンディーーズミュージシャンからの楽曲を大募集しています。ご希望のミュージシャンはヤフーやグーグルで「カタカナレコメン」アルファベットで「DO」と検索いただき当番組の公式ウェブサイトにアクセスして「インディーズミュージシャン」楽曲募集のコーナーよりご応募ください現在本当にたくさんの楽曲をお送りいただいていて放送は何ヶ月も先になる場合もありますがご応募お待ちしています 以上、「坂上の音楽レコメンド」のコーナーでした。 ここからはお便りのコーナーですー今回のお便りのテーマは春になったら食べたいものを教えてです、うん、お昼前だからねお腹空いてきますねはい今日も食べ物の話題満載でいきたいと思います、うんはい、早速じゃあ、はい、きましょう若宮太一さんありがとうございますえ春になったら食べたいものといえば春キャベツですねそして春野菜もありますね ええタケノコご飯もありますねいいいですねサワラもありますねはい。そしてお花見弁当ですね食いしん坊だなたくさんいただきましたありがとうございますお花見ね今年できるんでしょうかねうん、でもできそうですよね今年ははいぜひねあのできたら楽しみたいなと思います続きましてたタマプライブやっちさんからいただきましたありがとうございます春になったら食べたいものは草餅ですね実際に好きになったのは中学生あたりでしょうか 自然と食べられるようになりその光景を見ていた母の一言「ひいばあちゃんにこの光景を見せたかったわよ」「作るのが得意中の得意だったからおいし,しいのを作ってくれるわよ」とすでに亡くなっていますがこの光景が浮かびます桜咲くシーズンになるとこれとお茶をセットで飲みますねといただきました。はい、ありりがとうございますりいます手作りなんですね,ねでも草餅私も なぜか多分ねその中学生とか高校生になってからすごく好きになりましたよ草の僕小さい頃から好きだったんですけど、はい、あのあんまりねこうにまあ緑の色はありますけどそんな,なん風味はいいけどねあんまり草っぽくないっていうか草,草っぽくないですか草っぽいなと思って自然となんか小さい頃は苦手ではないんですけどらら草っぽいなと思っててあ<れ>で 好んで食べるようになったのはもうちょっと成長してからかなって思いますけども。そうですか。僕はちょっと草に対する免疫が強すぎるの。はい、強いですね。<laughs> あの小さい頃から食べてたんですよね。草を。草を。そんどうですか。なんだか。はい。<laughs> 続きまして、ハロミンさんありがとうございます。あすえー、春の味覚あえていちごですと。えー、毎年小学校が春休みに入る頃、三重県の実家の両親から子供を連れていちご狩りに来な,来ないか。 って誘いがあるんですが移動自粛やら習い事やらで一度も行けていません一度子供にいちご狩り体験をさせてあげたいのですが今年こそはとスケジュールを調整中ですといただきましたありがとうございます,い,ますいちご狩り、うん、私も大好き 僕もも何回も行きましたいい狩りってねねいいですよ、ね、体験としてねあどうやっていちごがなってるのかタ、うん、ックじゃない状態ね見るのもいいし最近はね土から生えてるものもあればちょっと腰ぐらいの高さで取れるところもあって腰も痛めず楽だというのも <laughs> ありますけれどもあとはねこうゾーンによってね種類がいろいろいろそう種類が違うのでいちごってね甘い酸っぱい、まあ、それぞれの魅力があるんですけれどもそれをねそので ないないというんですか。うん、あのないごとに違うというか、そう,ですね、そういうのがね品種ごとに違うっていうのを学びにもなりますからね。うん、とってもいいんじゃないかなと思います。ね、ぜひ今年こそ行ってください。練乳とかねつけて食べるケースもありますけど、はい、そのままの方が美いですよねそまま。そうですね。はい続きましてドクターパンダさんからいただきました。はい、ありがとうございます。 春になったら食べたいものを教えてということで、私は富山県のリスナーです。あり,すありがとうございます。ドクターパンダさん、初めてお便りいただきました。ありがとう。富山の春はなんと言っても、ホタルイカです。刺身、酢味噌、ええ、煮物、うんうん、天ぷら、うん、炊き込みご飯や、<ー>おしゃれにパスタやアヒージョなども美味しいですよ。はい、坂上さんとドリーさんもぜひ富山に来て、味わってみてはいかがですか。 旬の食食材を現地で食べるのは最高の贅沢ですよといただきました食べたい食べたいですねいやでも今年はニュースでそのホタルイカが全然取れてないっていうね、はい、ニュース見たんで <laughs> いや<ー>昨日あのあのこのねちょっとドクターパンダさんからねホタルイカをいただくチャンスが私ございましてですね直近ででそのホタルイカを昨日全部丸焦げに行っちゃったひどい <laughs> この貴重なね 丸焦げにしちゃいまして本当にごめん<で>取れないんですよね船出して59匹しかホタルイカ取れなかったんですよらしいですねそれがニュースになっている昨今ホタルイカを焦がして丸焦げにしてしまいて全部もらったものも全部丸焦げにしてしまいましてなんてこと、はい、あのホタルイカってちょっと生な感じがね美味しいからちょっと炙ろうと思ったらうん、うん、全部やってしまいましてあのパリパリのおせんべいみたいな風にしてしまいましたあ,あの 食べたいのでまたまたって <laughs> お気づけ食べたいなはいあそうですねお気づけとかもねいいですよね、はい、刺身でねぜひねいただいてみたいなというふうに思いますはいありがとうございます続きまして縄タイを表しているジリヒンさんからいただきましたありがとうございますえ春間近の今日この頃いかがお過ごしでしょうかっていやホタリカを焼き焦が,焦がって過ごしている <laughs> 美味しかったんですよ <laughs> それはそれで <laughs> はい 私が春になるとついお店で探してしまうのがよもぎ餅です。春を代表する和菓子の一つと思っています。 風味よくあんこも美味しいよもぎ餅に出会うとちょっと幸せな気分になれますといただきましたありがとうございますよもぎ餅も好きですようん、うん、さっき草餅って書いてくれたやっちさんもいらっしゃいますけれどもうん、うん、同じ種類ですがねよもぎ餅よもぎね風味が味風味やっぱり好きですよね素晴らしいですよね、はい、本当においしいと思います、はい、ありがとうございます続きまして橋脇の葉は 春の葉さんからいただきました、うん、ありがとうございますいは春になったら食べたいものまずもう少し暖かくなったらつくしが生えてきますうん、うん、つくしを取って煮付けにして食べますそれからわらび道の駅で、えー、出したら必ず買いに行きますそして卵とじにして食べます、えー、次にたけのこ<ー>若竹汁にして食べます美味しい そしてとちょっと遠くの道の駅でわさび醤油漬けを買ってきてご飯のお供に、うん、ああ早く春にならないかなといただきました<や>ありがとうございます,あいます少しってあの生えてるのを取って食べたことってありますあります,ります小さい頃ですけど私はないんですよあそうですかえじゃあもうお店で並んでるものを、うん、そう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 買ったものしか食べたことがなくて生えてるものですかうんうん本当にはい そうどういうところにえなんか山っていうかそう草原ではないけど原っぱというかほうよくあるよくはない <laughs> よくはない <laughs> 入るポイントがあるということですねそうですねそういうところは昔ありましたけどね最近ねどんどんそういう場所なくなっちゃってるからそういうところででもまだ取れるということですね長木、ね、さんのところではねはい情報ありがとうございます阿寒の長久うんそうそう,そうねあれを全部 どっかで調達しようと思ったら、すごい難しいですよ。 まあ、スーパーで <laughs>。スーパーで買います。<laughs> はい、はい、続きまして、はい、ワイワイさん、ありがとうございます。い,ますいつも楽しく聞いております。春になったら食べたくなるものは桜餅です。家の近くで桜が綺麗に咲くと、桜餅を思い出します。桜の葉の独特な香りもいいですね。食べると春が来たなと感じます。桜餅だけではなく、桜の葉や花を使った桜スイーツも美味しいですねといただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。桜のものって、最近ね、出ますよね。出回ってます。あの有名なコーヒー。ショップ とかでも桜でめちゃめちゃ売れてるじゃ、毎年ね売れてるし。はい、桜。夏の葉っぱ食べます?。私は食べないです。食べたことはあります。でも食べない方が美味しいかなと思います。はい、続きまして、くらまさんからいただきました。ありがとうございます。はい、自分はフルーツがいいですね。リンゴも好きなんですが、旬を少し過ぎてしまっているので。特に桃や苺、ビワなんて美味しいと思いますといただきました。ありがとうございます。初めてのお便りありがとうございます。この時期はちょっとみかんが最後に。 換気するが,、うん、が最後になってきていて、はい、これからね出始めますよねはい、はい、ぜひともフルーツ楽しんでいきましょう、はい、楽しみですね、はい、ありがとうございます,いますはい続きましてラジオネーム青いブチの犬さんからいただきました春になったら食べたくなるものといえばベタに桜餅と言いそうですがではなくて花粉症の時期には繊細なものよりカレーのようなしっかりした味のものが食べたくなりますというわけで私はカレーかなーっていただきましたはい 珍しい。うん、季節感はないですけど、うん、まあ、でも、なんか食べたくなるんですよね。いいですね。まあ、まあ、まあ、ね、でもね、カレーはいつ食べても美味しいですから。いつ食べても美味しいけど、はい、やっぱり、この、がっつりと春に、カレーっていうのが。はい。い,いんでしょうね。食欲の春ということで。<laughs> そんなことわけでもないですかね。<laughs> はい。あの、カレーって聞いた、でも、食欲そそられますのでね。ありがとうございます。ます続きまして、ラジオネーム。山ちゃんのやわ、弥生姫のや。さんからいただきました。<laughs> ありがとうございます。 坂見さんどりさんこんにちは春は花粉症などで嫌いです今年は辛いですねと、はい、さて春に食べたいものですがそれは本美のスカイです最近よく耳にしたり目にしたりしますがこの辺だと千葉県でよくとれる春と秋が旬の貝です<か>はい見た目も味もはまぐりに似ていますそのまま焼焼いいいたたりりバタター焼きにしたりパスタもいいですね想像したらよだれがと頂きましたありがとうございます。 ホンビノス貝食べたことあります。回だけ。今スカイって聞いてなんかのスカイベリーを感じたったぐらいですね。それもういちごじゃないですか。違います。よホンビノス貝あの美味しいです。えっと出汁がよく出ます。あそうなんだ。はい。まあ一回しか食べたことないんで偉そうなこと言えないんですけど、まあお吸い物みたいな形でいただいたのかな。これこれ何の貝だろうと思ったらホンビノス貝でとてもいい出汁が出てました。って言うとやっぱりホタテみたいな感じ？ホタテ。 ちょっとなんかそれも違うかなうと思いますけど、んんはい、ちょっと大きめの貝ですね。<ー>はい、中が中もあの食べれます。本日のスカイチェックですよ皆さん。はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、以上お便りのコーナーでした。番組へのコメントはまだまだ募集しております。 ここからはドリーのいいとこドリーのコーナーです。はい食べ物の話題で盛り上がっております。コメント欄もたくさんいろんな食材が出てきました。はい、出てきましたね。はい。ではなんとなくね和風ななんか和菓子寄りにスイーツだと,と。そうでしたね。焼肉定食じゃなかったなと思って違う。なんでその T シャツを <laughs> 選んだんでしょうかね。はい。え理由はあるんですか。うん,うん。春に食べたくなったもの。 肉が食べたいと。そうかなと思って。そうですか。私は年中食べたいので、別にあの春という限定ではございませんので、そうですか。じゃあ肉ね召し上がっていただければと思います。<laughs> ではいいとこどりのお話で、今日はね話題は春ということで、春といえば別れの季節でもありますし、新しい生活が始まる季節でもあります。はい、そこで春だからこそ考えてみてほしい SDGs をご紹介させていただきたいと思います。 春になると使わなくなるものがあったり逆に新しく購入するものがあったりものが入れ替わる時期ですよね使わなくなるものと聞くとどんなものを浮かべますか坂上さん。制服とか、はいまあ、やっぱりその なんですかこう学年とか年代が変わったら使わなくなるものっていうものがやっぱり一番浮かびますねなるほどそうですよねあの使わなくなるもの今回私はですね使わなくなるものとしてランドセルに注目してみたんです皆さんね使わなくなったランドセルってどうしてますかねちょっと私記憶にないんですけどちょっと長年家にあったかなと思うんですがその後どうしたのかなと覚えてないんですけど。はあ そう皆さんも多分そうなのかなと思うんですけど、ただえっと六年間使ってももう蓋も開かないようなボロボロになったよみたいなっていう方ってあんまりいらっしゃらないかなというふうに思うんですよ。メンズはボロボロになりますよ。メンズになるかな。うん、<laughs> で捨てるのもったいないし、ってね思い出もあるし、でもどうしたらいいかわからないという方もいらっしゃるかなと思うんで、今日はここで一つ提案をしたいと思います。はい。それはですね、途上国にランドセルを送るという取り組みがあるんですね。えー、はい。を先に書いてるコメントに書いていらっしゃる。 ある方がお目が高いでございます実はですねまあ、紛争地域だったりアフガニスタン東南アジアカンボジアなどにランドセルを寄付できる団体があるんですねはい、そういった国にランドセルを寄付することで現地の子どもたちの勉強をするきっかけになります特にですね女の子に勉強は必要ないっていう考え方が強く残っている地域では 男女平等にランドセルを配ることで女の子にも学ぶ権利はあるということを周囲が、ね、認識し始めるので修学につなががるる可能性が高まるんですね<ー>、はい、でランドセルを送るって言ってもねそんな勉強っていうのは日本とと、ね、途上国でではちょっと扱いが違うんですよこういった地域での「勉強」っていう意味を知っていただきたいんですけれども読み,読み書きができないことで 不当な契約をさせられたりとか健康や安全に関する情報を得ることができないとかそういったことで自分自身が危険にさらされることから守るために勉強って必要なんですね。はい、あと女性だと特に早く結婚する傾向にあるので妊娠出産に関わる正しい知識を得ることも必要ですで、ねはい、学校でそういうことを教えてもらったり読み書きができないと 保健施設でもらったパンフレットに書かれた説明が読めずに子どもの予防接種とか栄養について理解できないということも学校に行くくことでなくなります。日本ではまず考えられないことなんですけどこういった地域では勉強というのは命に関わることなんですね。なので私たちが直接何かをこう教えに行くことっていうのはなかなかできないんですけどいろんな支援の形があるなと改めて気づかされた次第でございます。あなるほど。はい。 それではね、ランドセルの寄付方法を確認していきたいと思います。はい、はい、いろんな団体があるんですけど、まあ方法は支援団体によって多少の違いがあったりするんですが、流れとしてはね。次の通りになります。はい、まずはランドセルの確認ということで使い込まれてボロボロになっていたり、宗教上の理由から豚革製のランドセルは使えなかったり。 するので<ー>まあいくつかそういった決まりがありますあと今いろんな子がつけてると思うんですが防犯ブザーとかはい、あとお守りがついたランドセルも送れないのでそういったのは取り外してください<ー>その次に海外輸送にかかる費用を振り込む ランドセルを海外の子どもたちへ届けるための輸送費を振り込む必要があります。はい。支援団体によっては、書き損じのハガキの送付でも輸送費に変えることが可能になっているところもございます。はい。そして、各支援団体が指定する場所にランドセルを送りますという流れになるんですけれども、まあ思い出に詰まったランドセルで、まあ手放したくないという方もいらっしゃると思うんですが、はい、もしまだ使えるのにもったいないって思うランドセルがある方は。 一つのの方方法法ととととしててここううういいいいいっったたた支援の方法があるということも知っていただきたいなというふうに思いますそしてこういった団体の中にはランドセルではまあ手元にないけど文房具とか勉強道具なら送れるよっていう方も参加できるプランが用意されている団体もありまして新品で使ってないものがあると送れることができるので是非わせて検索してみていただきたいと思います。 はい、先ほどおっしゃいましたけど学年が進むにつれてねもう鉛筆使わなくなるよとかあるじゃないですか、うんで,すね、でも新品削ってない、はい、新品とかねそういうのがあったら是非、ね、誰かに使ってもらえるって寄付するとかそういったことっていうのはねとってもいいことなんじゃないかなと私は思います。<ー>はい、新生活で使えるえるるるもものの買いいががあとと思まますちちょっと立ち止まっ立止て まだ使えるかなとかもったいないなと思うものがあったらリユースという形で方法がないか一旦調べてみてほしいなと思います。あなんかあのこれ個人じゃなくて学校とかで取り組んでほしいですね。そうですね。そういう取り組みをしているだんあの自治体もあるみたいで、あ,あの強制ではないですよ。んうんうん、でもあのこういうことがありますよってご紹介しているようなところもあるようなんです。うん進んでほしいですね、はい。ぜひともよろしくお願いします。はい、以上ドリーのいいとこドリのコーナーでした。 はい、番組はそろそろ終わりのお時間となりました。はい 楽しんでいただけましたでしょうかねたくさんのコメントもありがとうございました,いましたはい、コメントとか読み切れないので私たちねあのアフタートークという形でショールームであの私たちのルームでねいつもあのー番,組ね、番組終わった後にショールームのー開放してですね皆さんにお聞きいただいたりコメントを振り返ったりするような配信もしておりますのでよろしければまた今日もやりますのでお越しいただければと思いますはい、お送りしてきました坂上ドリーのレコメンドそろそろ終わりのお時間となりました次回は3月19日 日曜日午前十一時からです次回のお便りのテーマは写真映えするおすすめを教えてです番組終了後すぐに、えー、公式ブログの方にお便りテーマがアップされますのでぜひぜひご応募くださいはい、えー。今日のエンディング曲なんですけどマイケル・ジャクソンの名盤中の名番、えー、デンジャラスから今月あ今回もですね、今度はリメンバー・ザ・タイムを聞いていただきたいと思いますこの番組のお相手は坂上智則とドリーでお送りいたしました それでは次回のレコメンドをお楽しみに